あ？なんだてめえは！そんな場所にのこのこ現れやがって、舐めてんのか？踏んづけて蹴飛ばすぞ！無限にワンナップすんぞ！なんだ、おめえもお仲間じゃんかよ。新顔かい？ちゃんとアカウントを買ってきたかい？へえ、やるじゃん。今度僕と一狩り行こうよ。約束だよ。と、君いいタイミングで来たね。いるよ。ほら、あそこ見てみ。あれがメフィストさんだよ。乗っ取ったアカウントはあの人が直接買い取ってくれるんだよ。おう、もう行っちゃうのかい？ちょっぴり決まっちゃってる人だから気をつけてね。アカウント早くよこせ。アカウントアカウントWe'll be right back.
部屋。メフィストさんさん、メフィストさんさん、メフィストさんさん。なるほど、無事で何よりだよ。しかしなかなか面白い顛末だったようだな。デジモンをコレクションする人間がいるんだ。その逆もまたしかりか。人間のアカウント情報をコレクションするデジモンがいても何ら不思議はないのかもしれない。しかしそのメフィストさんとやら、使役していたはずのデジモンに精神データを完全に乗っ取られていたようだな。現実世界における影響を確認しておきたかったところだが、今回の調査とは無関係。またの機会にしよう。デジモンが集めていたアカウントは撃破によって解放された。山科誠のアカウントもね。ご苦労だった。事務所に戻ってきたまえ。主従の関係はいつでも逆転の波乱含みか。私も肝に銘じておくべきだろうな。そう思わないか、ワトソン君。山科誠のアカウントが解放されたおかげでアカウント情報をサルベージすることができた。現住所もすでに確認済みだ。その過程で入手した家族構成を調べてみたところ、面白い事実が浮かび上がった。依頼人山科優子とここにある娘の情報が明らかに食い違っている。やはりと言うべきか、あまりにも浅はかと言うべきか。ん？君にはまだわからないのかい？どうやら我々の主従関係はしばらく安泰だ。とにかく山科誠の現住所へ向かうとしよう。失踪中の山科誠の住まいに一体何が出てくるか。確か、どちら様ですか？